はい、皆さん、ご無沙汰してます。先ほどポスト見たら、こんなものが来ていました。from Amazon。一応、宛名は、紙貼って隠してます。なんだろうなぁと思って開けますと、はい。いつものアドレス V100 用のパッドです。ハイパーパッド、違う、ハイパーシンタードパッド、デイトナですね。これはね、多分初めて使うパッドだと思います。実はね、赤パッドを使ったんだけど、だいたい3500キロくらいで、もうやばい状況になってきたので、こっちに交換します。ちょっと寿命早いかな。最近赤パッドね、前よりも早い気がする。終わっちゃうのが。ちょっと、これがちょっとどんなものかちょっと確認してみますね。はい、これがパッドの、なんだろう。まあ、分類表なんだけど、こっち上に、下から上に行けば行くほど、コントロールしやすいパッドで、こっちがね、要は噛まないパッドで、こっちがどんどん噛むパッド。抗力摩擦係数って書いてある。で、赤パッドはコントロールしやすいんだけど、そこまで摩擦係数はないのかな？で、ゴールデンパッドっていうのが一番摩擦係数があって、これな、HD ってハーレっぽいんだけど、まあそれが、この、まあまあ、抗力、なんだろう。摩擦係数高くてコントロールしやすいやつだけど、これは HD はパス。関係ないし。で、今回は、このハイパーパッドの進化版の、ハイパーシンタードパッドっていうのにします。赤パッドよりは、なんだろう。食いつきはいい感じ。ただコントロール性はそこまで高くない。まあ、そんな気にしないから、原付のスクーターだし、所詮。なので、今回はこのハイパー、シンタードパッド、これにしたいと思います。とりあえずね、これでいいはず、多分。さあ、どうなりますか。減りにくい、長持ち、安心の効き味。とりあえずね、まあ、5000キロくらいは持ってほしいかなと思っています。では、今から、装着作業に入りたいと思います。じゃあとりあえず、あ、ちょっと、まあ、これはめちゃったな。まあいいや。抜きます。とりあえずね、このキャリッパーを開いて、パッドを取りやすくします。どこ引っ掛けようかな。しょ、ちょっと開いてきた。はい。はい、かなり開きました。見えるかな、ここ。開きました。で、このままパッと取ります。こっちでいい。いいんだよな、多分ここで。ここで取ります。6ミリ。もう一個。あ、取れそう。はい。取れた。見えますかね？見えるかな？ほんと紙一枚程度。ほら、ほら、ほら。見えるかな？ちょっと近づけよう。ん？ほら、もうこんな感じ。紙一枚程度しか残ってません。紙一枚程度っすね、もう残ってんの。では、今からパッドを、ピンを外して取りたいと思います。
それではね、ここにピンがあるので、このピンを外します。はい、外しました。で、このシャフト抜きます。抜くと取れます。取れます。ほんでもって、見えるかな？ん？ここだ。ほら、もうペラペラ、紙1枚ぐらいしか残っていません。なので、カエル正解です。では、今からグレクリで、きれいにしてから、パッドグリスを塗って、組み込みに入りたいと思います。では、清掃作業に入ります。ちょっと今発見。見えるかな？ピストンがね、入りきっていないので、これをもうちょい広げたいと思います。で、技を公開します。まあ、大した、技といっても大したことやんないんだけど、まあ、ネタ的に、こうか。ん？あ、違うわ。ん？ん？ん？わけわかんないけど、まあいいや。ちょっと待って。後輩んだからこうか。あれ？こうやって、古いパッドを、入れます。そしてちょっとデカめのマイナスをぶち込んで、でこうやってドライバーを、回す感じ。映ってるかな？こうか。ドライバーを回す感じにすると、ピストンを引っ込むんで、あと、テコで。はい。見えるかな？引っ込みました。あ、もうちょい引っ込めるかな、こうやって。あ、これ、こうやるといいかな？こうやって、ここでドライバーを回す。回す。うん。はい。完全にピストン引っ込みました。では次に、このパッドグリスを塗ってみたいと思います。塗るのは修道部。こういうとこ。あ、取れた。よっ。取れてしまいました。グリスを接着剤代わりに塗る。よいしょ。ん？逆か。逆だ。めんどくさい。最後にしよう。塗る塗る塗る。塗る。擦れるとこ全部塗る。はい。で、ラストに、どこだどこだ。今落ちたこの金具を。はい、つけました。で、次は、このシャフト、塗る。塗ります。薄く塗ります。はい、以上。
では次は、パッド組み込みます。あとね、注意事項。パッドも、修道部一応塗った方がいいかもしれないんだけど、とりあえず、まあ、大体、キャリパーに塗ったので、よしとして組み込みます。言い忘れ。ピストン当たる側のパッドなんだけど、裏にグリスを塗って、で、このプレートを、貼ると、グリス貼っておくとね、落ちないから。では、このまま組み込みます。こうかな。こっちを先でした。ちょっとタンマまたね、さっきのあれが落ちちゃったので、パッドをとりあえずはめ込みました。次にこのシャフトを入れます。やべ、プレートがまた取れてきた。まあいいや、鹿として、このピンも入れます。はい、ピンを入れました。で、ちょっとこのプレートをつけたらキャリパーに装着したいと思います。キャリパーが入ったので、ボルト締めます。で、ここでラストで増し締め。こっちも増し締めで。で、ここで気をつけなくてはい。こっちの方かな。気をつけるのはこのまま走ると事故るので、ポンピングします。ブレーキのポンピングです。ちょっと緩いので、エア抜きしたいと思います。まずはここのキャップを取る。あれこれ8ミリ持ってきたけど、8ミリでいいのか。8ミリで OK だ。はい、チューブつなぎます。大工センターで買ってきたシリコンチューブです。専用品なんていらないです。で、ボトルなかったので、コーヒーのボトル入れる。はい、終了。で、あと上の方開けます。なぜか意味不明なんですけど、マスターの、蓋を止めているプラスが1個固着してました。このインパクトを使って外しました。では、今からブレーキフルト入れます。バルボリンのドット3&4ブレーキフルードとかっていう調剤の使います。ブレーキフルードを、リザーバーに大体いっぱい入れたので、今から、エア抜きをやってみたいと思います。まずはブレーキペダルじゃねえ、ブレーキレバーを何回か煽って握ったままブリーダープラグを緩める。はい、
もう一回、1、2、3、4、5、6で握ったまま、緩める。1、2、3、4、5とレバーをやって緩める。この繰り返しをします。では、エア抜き終わったので、ホースを外して、キャップつけます。この時気をつけるのは、プチンってやるとフルードが飛ぶことがあるので、あとこうやって上にして、全部このボトルの中に流し込む。流し込んでから、どこだどこだ、ここだ、ブレークリで中をきれいに清掃。おっと、排液はこっち。はい、基本です。そうしないと工具箱の中の塗装がね、取れちゃう。で、これはもうちょっと閉まってるか、もう一回確認。閉まってるので、キャップをつけて終了。おっと、おっと、かなり手抜きな動画になってしまいましたが、今から走ってインプレッションしたいと思います。はい、デートナの、ハイパーなんとかパッド入れました。忘れちゃった名前。あ、ハイパーシントアドパッドだ。でね、今ね、走行距離が、46,460 キロ、46,000 キロなので、だいたい赤パッドは約3500キロくらい持った計算になります。で、現在、ハイパーシンタードパッド、このなんか金色のやつ入ってて、そうだな、使った感じね、どう言えばいいかな。一発でね、ギューって効く感じは、赤パッドの方が握り込むとカクンって当たる感じがして、グーッと効いて、そっからコントロールしやすいんだけど、これはね、普通のパッドみたいに、こう、なんだろう、こうやってね、握って、こっちの方がいいな。赤パッドはここでこう来て、ここでクイ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 って調整できるんだけど、これはもうちょっと深くガーッと入って、結構広い感じで調整する感じ。個人的にはやっぱね、赤パッドの方が、効きとかその辺の感じは好きなんだけど、いかんせん3500キロで、自分の、まあ、乗り方の場合は、ここちなみに横浜市なので、そこそこ道込んでるから、ゴーストップ、ゴーストップ多いです。なので、3500キロで終わってしまいました、パッドは。ちょっとね、半年くらいで終わっちゃうので、やだなぁと思って、今回は、ハイパーシンタードパッド、デイトナのですね、それに交換したわけなんですよ。で、まあ、結論から言うと、こっちの方がいいかなって感じです。普通の通勤、通学とかに使うのは。で、ウエットはまだ乗ってないので、わからないので、後日また、レビューで、この赤、赤じゃない、ハイパーシンタードパッドの、ウエット時の、様子を、アップしたいと思います。まあ、悪くないです。これおすすめ。でね、金額が Amazon で1400何十円くらいだったから、これはいいかな。赤パッドがね、2200円くらいなんですよ。だから、まあ、こっちの方が、まあ、お買い得感強いですね。ライフも長いし。というわけで、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。